8月6日は、グレゴリオ歴で年始から218日目にあたり、年末まで、あと147日ある。ベルリンのブランデンブルク門春高フランツ2世が、神聖ローマ皇帝の称号を放棄し、神聖ローマ帝国解体。左画像は、前年ナポレオンと会うフランツ、右は1789年の神聖ローマ帝国、東京召魂者創建。右は、 現在の靖国神社史上初の電気イ子スによる処刑が執行される。一度では死亡せず悲惨なものとなった。現在はアメリカ合衆国の数州で使用されるのみ。ガートルード・エダール、女性としては初めてドーバー海峡を泳いで渡る。左画像はニューヨークでのパレード、右画像は1930年のエダール広島市への原子爆弾投下広島平和、 記念都市建設法陸上自衛隊90式戦車を正式化ティム・バーナーズ・リー世界初のウェブサイトを開設右画像は世界初の WWW サーバーとなったネクストキューブドイタカコが衆議院議長に就任アメリカ航空宇宙局火星からの隕石アラン・ヒルズ84001に生命活動の痕跡の可能性のある物質が 検出されたと発表大観光区801便墜落事故哲学者、ニコラド・マルブランシュ警官詩人、アルフレッド・テニスン誕生。農学者、キリスト社、津田仙作家、外交官、ポール・クローデル。作家、外交官、ポール・クローデル誕生。右画像は聖火。細菌学者、アレクサンダー・フレミング。ペニシリンを、発見芸術家、アンディ・ウォーホル批評家。 カラタニ・ユキと計算機科学者、ジョン・ポステル・ローマ教皇・シクストゥス2世、ウアレリアヌスの迫害を受け残手ドミニコ界の創設者、トミニコ・ボツ・ローマ教皇・カリストゥス3世・ローマ教皇、パウロ6世・詩人ベン・ジョンソン・ボツ。ウクライナのボフダン・フメリーニツキー・ボツ。自画像、卵をあげる老女、鏡のヴィーナス画家ディエゴ・ベラスケス・ボツ。文人画家、ツバキ・チザン・ボツ。画像は、 課長図、幕末の老中取材、安倍正宏没エクアドル大統領、ガブリエル・ガルシアモレの暗殺原爆投下時の、広島市長、あわや仙吉哲学者、テオドール・アドルノ。数学者、アンドレ・ベイユ・ボツ。情報工学者、エドガーダ・ダイクストラ・ボツ。原爆ドーム原爆死没者慰霊碑。奥に、平和の明かりが見える。千罰る広島原爆機。 広島平和記念日、原爆死没者慰霊式。ボリビアの一。国家、ボリビア人よ、良き運命を大きく、民族衣装の少女ボリビアの独立記念日。ジャマイカの一、ジャマイカ湾、ジャマイカの独立記念日。ラファエロ・サンティ、キリストの変容。ありがとうございます。